シャキーン、どうもドクター森野でございます。それではですね、今回はパークホームズ日本橋浜町ザレジデンス、こちらの予定価格と間取り、そしてモデルルームホームにつきましてご紹介していきたいと思います。前回の物件でですね、今回のようなご報告の方式から、改めましてですね、次のブログで紹介する物件についてはご紹介を進めていきますので、実質このようなスタイルでのご紹介は今回が最後となります。たまたまですけれども、マンションカウンターのですね、日本橋店の近くの物件が、運命的にですね、最後の物件になるというのは何か不思議なですね、ところを感じるところでございますが、引き続きましてですね、マンションマニアさんの YouTube の方でもお楽しみいただけますと幸いでございます。それでは早速ご紹介に入っていきたいと思いますが、物件概要としては、売り主は三井不動産レジデンシャル、施工は富士建設で、価格は7900万円台から9900万円台、占有面積は 70.13 平米から74.72平米ですね。なるべく最後ですから噛みたくなかったんですけれどもすいません。なおですね、トランクルームの面積 1.93 平米を含んだ広さとなってございます。倉庫数は45個、その他事務所1個、保育所1個、規模としては11階建てのマンションとなりまして、交通面のアクセスとしては東京メトロ半蔵門線の水天宮前駅から徒歩8分、都営新宿線の浜町駅から徒歩4分、東京メトロ日比谷線人形町駅から徒歩10分、都営浅草線の人形町駅から徒歩12分の立地です。所在地としては東京都中央区日本橋浜町3丁目、竣工予定は2021年の2月下旬となっております。駐車場は平面1台、車椅子使用者用がございまして、敷地外の駐車場が11台ございます。駐輪場は45台ございます。物件の詳細な地図につきましては、マンションマニアさんのブログの方をですね、合わせてご参照ください。こちら物件からの最寄り駅は浜町駅で徒歩4分、水天宮前駅徒歩8分、人形町駅もギリギリ徒歩10分となります。トルナーレから隅田川方面へ入っておりますし、首都高と大通りから離れているため、静かな住環境となります。立地面でのデメリットとしては、眺望です。これについてはですね、本物件に限らずエリア的に致し方ないですし、隅田川と首都高からですね、ワンブロックずつずれていますから、静かな住環境である反面、眺望の抜け感としては厳しい住戸が多めです。このエリアでですね、それを気にしていたら、購入そのものも難しくなりますので、割と検討者様の中には割り切っていらっしゃるという方が多いかと思います。その代わり各タイプともワイドスパンとすることで窓面を豊かにし、かつ内廊下でありながらもあんどん部屋がワンタイプを除くとありませんから、最高面はエリア内では確保される方です。バルコニー面が接続していますから、将来的に壁ドンになる心配もございません。エリア的に長方形の土地が多く、内廊下を実現しにくい、サンドイッチにできないためですね、こういうわけですが、今回はわりかし大きめな土地のため内廊下を実現、しかもしっかりと空調完備となっております。今回特徴的なのは、全戸70平米超かつ70平米台しかないということです。80平米を設ければオークションができてしまう中で、あえて70平米台のみとしているのは、売りやすさ優先であることは確かですが、それは買い手側の買いやすさにもつながりますから、奥以下でですね、探されていた方にはかなり響くものがあるでしょう。クラウド日本橋久松町は全戸完売、パークホームズ日本橋立花町も 3LDK は完売と、エリア内で 3LDK 自体が希少になっていますし、中古に目を向けても売り手市場がゆえにですね、高価格帯かつそもそも出物も少ないという背景があれば、来年の入居まで待てる方には待っていましたという新築マンションと言えましょう。外観は木南部2層に浜町江西の文様をデザインコードに取り入れるなど、江戸町屋をイメージした素敵なものとなっています。こういった感じですね、風情のある外観ではないでしょうか。近年の同エリア三井物件は、江戸日本橋の街並みをアレンジして再現するべく、マンションにも日本橋コードを導入してございます。1階部分に中央区の公益施設、2階部分に保育所が入ります。
住宅と非住宅の出入り口はしっかりと分けておりますし、保育所用の自転車置き場を屋内に設けるなど、景観を損ねないよう細かい努力も見受けられました。今回、敷地内の駐車場は、新商社優先の一区画のみとなります。ただ、条例回避、まあ、そもそも敷地内でなければダメですが、公益施設と保育所を設ける代わりに、敷地外カウント OK と、まあ、しておるんですが、条例回避のため、約200メートル離れた日本橋浜町 F タワーに、11区画三井、レジデンシャルが確保済みとなっております。この11区画ですが、借り手がいようがいなかろうがですね、費用がかかるため、管理費は他の物件に比べるとお高めとなります。F タワーの駐車場が月額5万5千円なのでですね、まあ、余計そのように感じるのではないでしょうか。ただし、3年後に利用されていない区画分を手放すということができます。例えばですが、11区画中5区画しか利用されていないという場合には、6区画を解約といった感じです。それにより3年後に管理費の実質負担がやや抑えられるという可能性はございます。駐車場が余るのはよろしくないものの、大手レベルでもですね、敷地外の駐車場確保にて条例回避が増えておりますね。それでは予定価格と間取りの一部を共有していきましょう。まず南東向き A タイプ 3LDK 72.71 平米、管理費は月額 29,650 円、修繕積立金は月額 11,630 円。こちら販売は時期以降となっています。続きまして B タイプ 3LDK 71.70 平米、管理費は月額 29,240 円、修繕積立金は 11,470 円です。8階が9450万円で坪単価は435万円、10階が9520万円で坪単価は438万円です。続いて C タイプ 3LDK74.72 平米、管理費は月額3480円、修繕積立金は11960円、5階が9690万円で坪単価は428万円、8階が9820万円で坪単価は434万円、11階が9990万円で坪単価は442万円となっています。続きまして北西向き D1 タイプ 3LDK70.94 平米、管理費は月額28930円、修繕積立金は11350円でございます。3階が7990万円で坪単価は372万円です。こちら非常におすすめのお部屋となります。7階が8560万円で坪単価は398万円、10階が8790万円で坪単価は409万円です。続きまして D2 タイプ D の2ですね、 3LDK70.13 平米、管理費は月額28600円、修繕積立金は11220円です。11階8890万円で坪単価は419万円です。続きまして E タイプ 3LDK72.53 平米、管理費は月額29580円、修繕積立金は月額11610円です。3階が8160万円で坪単価は371万円です。以上、平均坪単価を計算しますと約415万円となります。日本橋浜町ダイヤレジデンスもそうでしたが、浜町エリアでも坪単価が400万円を超えてきたかとは思うものの、都心部、都心近接エリアの新築マンション全体として見れば、まだ目に優しいことは確かですね。ましてや先に述べたように、中古も強気なエリアですから、価格面で購入を諦める方は少ないのではないでしょうか。設備仕様は、この物件はディスポーザーがありません。食洗機、キッチン天板、フィオレスゾーン、トイレの手洗いカウンターにローシルエットトイレ、全部屋壁掛けエアコン、D タイプのみ一部非標準となりますが、それに玄関前カメラ付きインターホンなどディスポーザーがないということ以外はそれなりにはあります。45戸中44戸は15枚トランクルームが完備となっています。構造は自家床二重天井、基本天井高は2500ミリとなります。設備仕様はそこまで豪華にせず価格を抑えたとの印象です。それでは周辺相場を確認していきましょう。レフィール日本橋浜町2003年築、日本橋浜町3丁目、新築時の坪単価は約185万円で
現在は約305万円。グリーンパーク日本橋浜町2004年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約195万円で、現在は約285万円。ウィルローズ日本橋浜町、水、2010年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約260万円。現在の坪単価は約295万円です。グラウス日本橋浜町2011年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約270万円で、現在は約335万円。ウィルレーナ日本橋浜町2011年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約270万円。現在は約330万円です。ビビオレゾン日本橋浜町2012年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約275万円。現在の坪単価は約305万円です。パークホームズ日本橋浜町ザ・テラス2015年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約340万円で、現在は約385万円です。プレミスト日本橋浜町2015年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約295万円。現在の坪単価は約375万円です。ザ・パークハウス日本橋浜町2016年築日本橋浜町3丁目。新築時の坪単価は約360万円。現在の坪単価は約385万円です。以上の相場から、今回ご紹介のパークホームズ日本橋浜町ザ・レジデンス、こちらの将来価値を予想いたしますと、Day1 タイプ 3LDK70.94 平米7階8560万円が新築時の価格となりますが、築10年時には7480万円と予想いたします。こちらの予想はあくまで今の相場からの予想となりますため、ご参考ということでよろしくお願いします。第三者管理、下駄付きのため全体住宅で分かれ、さらには駐車場が敷地外強制確保のため、なかなかな高水準となっています。修繕は40年計画としているため、10年間で1万円プラスとなれば、10年後目線では70平米で管理費と修繕費合わせて約5万円。仮に駐車場を借りると月額5万円を超えてきますから、維持費については目が痛いです。修繕積立金をしっかり取ること、それ自体はですね、まあいいことではあるかと思います。それではシミュレーション入っていきましょう。半蔵門線、水天宮前を8時1分に出発いただければ、押上げには8時12分の到着です。続きまして、水天宮前を8時に出発いただければ、大手町には8時4分の到着。九段下には8時9分、渋谷には8時22分の到着となります。続きまして、新宿線、浜町を8時に出発いただければ、小川町には8時5分の到着。九段下には8時9分、市街には8時11分、新宿3丁目には8時16分、新宿には8時18分の到着となります。続きまして、日比谷線、人形町8時4分に出発いただければ、秋葉原には8時7分、上野には8時10分の到着です。続きまして、人形町7時59分に出発いただければ、築地には8時7分、銀座には8時11分、恵比寿には8時29分、中目黒には8時31分の到着となります。続きまして、浅草線、人形町駅を8時に出発いただければ、浅草橋には8時3分、浅草には8時6分、押上には8時10分の到着となります。続きまして、人形町8時に出発いただければ、仙岳寺には8時15分の到着となります。通学校は、有馬小学校でございます。久松町もそうですが、学区狙いの方も多いエリアとなりますから、有馬小学校学区というのは強みとなります。成城石井ピーコックなど日常の買い物施設も近くにありますし、浜町公園も徒歩2分という近さですから、通勤買い物子育てトータルで見てバランスの良い、まあ、そうしたエリアと言えるでしょう。東京シティエアターミナルも近いため、出張の多い方や航空企業関係者の受けも良い、まあ、そういったエリアとなります。ご参考として、
空港リムジンバス、成田空港ですね、 TCAT を6時に出発いただければ成田空港の第3ターミナル、第2ターミナル、第1ターミナルそれぞれに6時57分、7時10分と1時間少々で、まあ、到着するといった、まあ、距離感ですし、羽田空港へは TCAT を6時15分に出発いただければ第2ターミナルには6時35分、第1ターミナルには6時40分、国際線ターミナルには6時50分と、まあ、1時間以内でですね、到着する、まあ、そうした物件になってございます。それでは総評です。デメリットがはっきりしているため購入検討者からすると決断しやすいというのはメリットです。眺望の抜け感がない住戸が多い、まあ、これについてはエリア的には致し方がない。維持費が高い、最近の新築マンションはどこもですね、維持費が高いですが駐車場の設定で相対的により重たくなっております。まあ、立地間取り価格など上記以外でケチをつける人はほぼいない、まあ、買わない理由が見当たらないのではないでしょうか。間取りに関しては窓面付近の下がり天井が多いものの内廊下なのに安穏部屋がないと、ほぼないというのは大きく評価できます。狙い目住戸としては D1、E タイプの3階でしょう。特に D1 タイプは表面価格的にも強くおすすめできます。小さめのビルと、こんにちはとなりますが A タイプと異なりマンションバルコニーとこんにちはではないですから気になりにくいでしょう。リビングの窓面も豊かで坪単価が370万円ほどとはお安すぎます。もちろん長い目で見ればですね、満足度優先で上階の方がいいでしょうけれども、中には10年で買い替えたいという方もいるわけで、そのような方からすればリセールバリューも尖らせたいでしょうから魅力に感じるのではないでしょうか。まあその分ですね、倍率はつくでしょうけれども、満足度重視であれば C タイプもいいですね。日当たりに期待ができる住戸が多くなります。単価は上がるでしょうけれども、仮称中央区日本橋本町4丁目10、13計画は楽しみですよね。二等構成でエリア内では個数も多いですし、東京駅、徒歩圏を渡っても怒られない距離感となります。首都高が近いですし囲まれ感はありますが、シングルディックス層からしたら待っても良い計画だと思います。もちろん住環境としては今作の方が優れている、まあ、静かでですね、日常の買い物施設も多いため競合というわけではないんですけれども、価格が上がってもいいからパークホームズ、日本橋、三越前ザレジネスのように東京駅に近づきたいという方は期待して良いのではないでしょうか。それではですね、これまで約1年間マンションマニアさんのブログを、まあ、音声にてお伝えするということをさせていただき、途中からですね、私も個別面談ということで、お客様にお会いする機会を作らせていただきましたけれども、まあ、それが今回で終わるわけではなくてですね、個別面談の時も、まあ、お仕事とかですね、調整いただいたり、まあ、お休みの日の時間をまあいただいてのご相談となりますけれども、お越しいただくきっかけの一つということで、まあ、YouTube のですね、マンションマニアさんのブログの紹介で、見てまあ来ましたと。いうことで多数のお声掛けをいただきまして、どうもありがとうございます。まあ、そこからですね、ご購入までというところでご案内させていただいた方もいらっしゃいますし、継続でご検討中という方もいらっしゃいますし、まあ、他様の方でお家が決まったというふうなご連絡をいただいた方ももちろんいらっしゃいます。ただですね、まあ、ご検討の中に何かしらのですね、プラスになるようなことはお伝えできるようにということは常日頃心がけておりますし、なかなかですね、大きな買い物で重要な決断が必要な場合が多いと思いますから、まあ、そこにです、そのですね、一助になればということでこれまでやってまいりました。なかなか私もですね、マンションマニアさんのようにうまく説明ができない部分であったり、または声がですね、ちょっとまあ低いものですから、単調に聞こえたり、またはご紹介の仕方もですね、まあ、YouTube の物件紹介の方ではいくつかのパートに分けてですね、
まあ、ちょっと時間のピリなんかもつけて、まあ、最近はお伝えするようにはしてますけれども、長いとですね、数十分単位になる、わけでございまして、なかなか見づらいと、長いということもあったかもしれませんけれども、まあ、逆にそういったところをですね、反映をして、これから私もですね、サンデーマンションの方を続けていきたいと思いますので、引き続きマンションカウンターの方をよろしくお願いいたします。まあ、この間ですね、まあ、この間、違うかな、この間と言っていいんじゃないでしょうか。まあ、海浜幕張の方にもですね、マンションカウンターをオープンさせていただきましたけれども、まあ、今後も他のエリアにマンションカウンターを設けるということもあるかもしれません。皆様の利便性も考慮の上ですね、引き続き出店の検討というのは続けてまいりますので、またそうした店舗ができましたらですね、皆さんとお会いできる機会を作っていきたいというふうに思っております。それではですね、約1年間でございましたけれども、まあ、これまでご視聴いただきましてどうもありがとうございます。引き続きですね、マンションマニアさんの方でもこちらのブログを中心としたご紹介継続してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。メロンパン、メロンパン、ウルトラマン。まあ最初はちょっと恥ずかしかったりですね、これを人前の店舗でやるということはかなり抵抗がありましたけれども、まあそんなことをなんとかなんだかんだ言いながら今に至りました。また今後もですね、いいものを作れるように頑張っていきたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。